バービーのキャミソールの作り方を紹介します。肩紐が背中でクロスしているキャミソールとクロスしていないキャミソールがありますが、紐の長さと付け方が違うだけなので、紐を編み込むところで両タイプとも説明します。クロスしている方に必要なゴムは149本。クロスしていない方は145本です。ルームはこのようにセットしてください。1段目はゴム1本を8の字にしてかけていきますが、もしこのような裾にしたい場合は、ゴム1本を二重にしてからかけていってください。このようなフリルっぽい裾にする場合には、普通に一本を八の字でかけていきます。1,2,3,4,5,6,7 横に7本かけたら縦に1本かけて、後ろにまた7本かけて、最後のピンと最初のピンに1本縦にかけます。2段目はゴム1本を普通にこの上にぐるりとかけていきます。そうしたら、今かけた上の2本を残して、下の2本を外していきます。3段目も同じように一本ずつぐるりとかけていきます。そして上の2本を残して下の2本を外していきます。4段目、5段目、6段目も同じようにこのように編んでください。6段編んだら
肩紐を作ります。クロスするタイプの紐は、ゴム1本をかぎ針に二重にかけて、ここに鎖目を7本斜め編みます。そうしたら、後ろのピンの隣、右隣のピン、ここに、このように、かけます。こちら側も同じように、このピン、このピンにかけます。クロスしないタイプの肩紐は同じようにゴム1本を二重にかけて、鎖目をここに5目編みます。そして、ここと、ここ、同じピンにかけます。ゴムの本数が違うだけです。そうしたら、この最後のピンにの中にかぎ針を刺して、下のゴム、このゴムを取って、前のピンにかけます。下のゴムを中から取って、前のピンに、ここのピンまで編みます。こちら側は編みません。そしたら7段、8段、9段、10段を編んでいきます。7段目からはこの最後のピンから最初のピン、ここからここまでかけます。
そうしたら、この下のゴムを外します。この下の2本を外します。ここは2本です。ここは3本外します。ここは2本外します。8段目も同じようにゴムをかけます。ここにかけて、このようにかけていきます。ここは下の1本、ここは2本。ここは1本を外します。このように9段目、10段目も続けて同じように編んでいってください。10段編んだら、この紐を ここのピンに こちら側の紐はこのピンにこのようにかけます。クロスしない方の紐は、ここのピンに、このようにかけて、こちら側は、このようにかけます。このゴムの下にかけてください。そうしたら、このピンにかかっているこのゴムをかぎ針にとって、この前のピン、このピンにかかっているゴムもかぎ針に最初に取ったこのゴムを今後に取ったゴムのにかけて編みます。かぎ針に取ってこのように編んでいきます。
そしてこのゴムは内側の目の下に通して結びます。このゴムは適当なところに隠してください。これでキャミソールができました。この他の作品もインスタグラムアトリエ TSC で見てください。